推進。テレビアニメ純情ロマンチカ1期2期の DVD や10周年記念 OVA が読者の皆様のおかげで売り上げ好調だったのよ。それで上の人たちが売り上げクリアしてるから3期やるよって言ってくれたの。だから美咲くんに内緒で OK しちゃった。頑張ってね。はぁ、なんだよその生々しい話。つまり売れなかったらやらなかったってことかよ。つか相川さんの会社の上の人たちって何考えてるわけ。はぁ、決まってしまったからには仕方ないんだろうけど、やっと終わったと思ったのにまた全国の皆様に俺の生き恥がさらされていくのか。あー、勘弁してマジで。ねえ、こんなにへこんでいる俺にまだ宣伝しろって言うのかよ。テレビアニメ純情ロマンチカさん、皆様のおかげで2015年7月放送開始予定。ぜひ見てくださいね。